今日は松茸風の炊き込みご飯をやりたいと思います。永谷園さんの有名なレシピです。うん、めっちゃ残ってる、めっちゃ残ってる。どうも皆さん、マグリでございます。いやー、風呂が熱いね。というわけで、求められていないサービスショットからのスタートですが、本日は宿泊園だ。では皆さんどうも。ということで、ちっちゃい声でも取れるこの便利さをかみしめつつ、私はこちらのテントで、さあみんなどんな夜を迎えるのでしょうか。私もテントに入りたいと思います。多少雨が降っておりますね。さあ、あったけえわ。中入るだけでこうもあったかいのか。さすがテント。眉毛の上に段差があるがゆえに頭蓋骨の形をこういう形しておりますね。両津勘吉みたいなこうカモメ眉毛じゃありませんので、なるほど、ご了承のほどよろしくお願いいたします。枕を取っていきたいと思います。さあ、帰ってまいりました。今日の枕はね、お風呂の時にですね使った圧縮袋、これが本日の枕でございます。これをね、枕に使うことで荷物を少なくすることができる。まあ、とはいえですね、皆さん、だいたいキャンプに行ったからといってシャワーを浴びれるわけではありません。もしシャワーが浴びれた時のために持って歩くということで、こいつを枕にしていくわけですね。今回はこのテント設営編をね、ご覧いただいた方だったらお分かりかと思うんですが、ワンポールテントなんですが、真ん中にポールがない。これだけでめちゃくちゃ広いです。前寝た時はね、こんなにやっぱりゆったりとできなかったんで、ワンポールの中のポールがないということがどれほど効果的なのかっていうのが分かります。近頃の私の撮影方法だと、動画はテント動画に行く感じなんですが、私一人ではございませんので、何卒ご容赦のほどよろしくお願いいたします。ちょっとこう前髪がこういう感じになってますけれども、もはや前髪と言えるのでしょうか。こちらはね、前髪の領域を超えてしまっている。そしてこの息がこの白さ、あ、これがね、やはり寒さをね、物語っているのではないかということでございます。今回はね、寝床が本当にこのホームパッドだけ。本当はこれで真冬も過ごしたいなぐらいの気持ちではいるんですよ。一応グラウンドシートも敷いてるので、下からの熱、冷え、ある程度防げると。それプラスこのホームパッド、そして寝袋、これで寝たいと思います。寝袋のチャックが閉めようとしますけど、なかなか閉まる。よし、寝袋がこんなにも気持ちいいと。それでは皆さん、また明日お会いいたしましょう。おやすみなさい。ちょっと朝ご飯したかも。本当にね、今日はね、私の方でね、底冷えがございましてですね、それ以外は完璧でしたよ。皆さん、ありがとうございます。もう暑くて暑くて、なんかチート使ったんですか。電気モード。暑くて暑くて、もう上上半身結構バーって出しながらこう寝たんで。ああ、そんな夜暑い、やっぱそこ大切ね。大切ですね。そこだけで全然違う。反省ですね。はい。今朝は寒いから、ちゃんと火を起こしましょうよ。やったー。寒いよね。寒いよー。まだまだまだ冷えますんで。オッケー、じゃあ火種は俺がつけるぜ。ふー。燃えてるね。もう多分ほっとけば作るだね、これ。
もうこれでついたと言っても過言ではいいでしょう。ない。早送りでお届けします。ではね、私はイワシ丸干し。わあ、イワシ。立派なイワシですわこれ。大きいでしょ。イワシやってますわ完全に。ちょっとカレーが辛くてね。わかります。うちも口の中今辛くてね。すごいね。お水飲みたい。うん。お水飲みたいね。はい。バレー。もうこれこのままいっちゃいますからね。ですね。マギさんこれ。ね、あの多分これ強いと思うんですよ。あら。ここですね。あすごい。あ。お、オッケー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 、便利。ここからね、ちょっと様子を見ていくと。そうですね。はい。いきますよ。はい。お、どうぞどうぞ。やっちゃってください。いっちゃってんねこれ。いっちゃってる。わあ。やっちゃってんねこれ。これ全部いっちゃいましょうよ。めっちゃ多分いい匂いしかせんもん。あ、すげえ。もうほら、油で火が強くなっていっております。え、油落ちてんのこれ。ね、イワシはね、油は乗ってますから。このだってサイズ感のイワシですよ。この高さでさ、この火柱感。待って炎上してる炎上来てる、炎柱来てますわ俺。すごい炎上具合大丈夫ですか俺。相性悪い、もしかして想像を超えてますね。確かに油がジュッジュ言ってるわ。オッケーオッケー、ありがとうございます、ありがとうございます。ちょっと一旦避けます。いやいやいや、3匹いくからダメなのよ。いい焼き色になったね、油が増えるからね。よし、あー油すごいわ、来てますねこれ。干物ですからね。これ魚いいですね、干物系いいですね。朝の干物、切り身とかのこうなってるやつでもよかったんですけどね、今回ちょっとこう丸々のイワシでバイファスタとチャレンジチャレンジ。すごい油が、うわいいですね。今日はでも朝から黒い煙が、うん、魚の煙は黒いんだね。そうだね、ジュワッジュワッ、うわやっぱ一匹ずつでしたね。そうですね、面倒くせえからつってやりゃダメなんだね、うん、うわー綺麗な、これはねもうみんな腹減りグーですよ。そうですね、かわいいですね。飯テロ動画ですよ。うん、わかるわかる。これで動かすとね、油の灯火がね、ほら油こんにちはするんでね。あーしこれをそれに乗せると一気に美味しくなさそうに美味しくなさそうになる。青っぽい、すごく汚くなっちゃう。これね、はい、実はあのカレーが残ってるんですよちょっと。あらまあ、あーなるほど。とかね、あー、はい、醤油がねまた、醤油もあるしね、はい、その辺でいただきたいと思います。はいはい、はい、醤油やった。じゃあ食べましょう。はいはい、私ちょっとカレーにいきますよ、もう、はい、豪快にこのまま突っ込んでいただきます。頭ごと食べるの。頭は無理か。うわもうちょっとですね。あ、よかったよかった。なまってます、ちょっとだけ生だな。じゃあね、もうしばらく一気にかっこよくなるわ、ね、もうしばらくねお待ちください。はいはい、つうわけでね、しっかり焼くことができました。はい、イエーイ。出てくる油が落ち着いてきたということで。そうですね、焼き切るとこんな感じなんだね。ということでいただきますね。はい、どうぞどうぞ。 こいつちょっと、あ、そいつね、このままこれもうほぐして食べようぜというお話にもなって、はいはい、ほらほらほら、あ、ね、いい、映えた、きれきれ、いただきます。はいはい、やっぱりあの干物なんで味ある、そのままでも全然美味しい。あー、ちゃんと塩味があるんですね、カレーつけても美味しいし。塩分がきてんのね。うん、あ、うまいうまいうまい。どうぞどうぞどうぞ。あ、おいしい、おいしいね。うん、火通ってますね、完全に通った通った。これ気にする、あ、これ気にする、うん、あら、かわいい。いっちゃって、いっちゃって、はいはいはい、この風味をね、ほんで、ちょっと待って、焦がし醤油焼く、焦がし醤油いきやすい、うん、ご飯欲しい。そうですよね、ご飯欲しいね、ほんとに。いや、これやっぱ肉厚最高ね。うん、この七輪で焼く感覚みたいな、うん、美味しいよこれ。確かに朝はやっぱ魚ですね。うん、日本人の心がね詰まってますね。うまいわ。めくいただきたいと思います。はい、いや普通に美味しいこれ。いや
魚焼いて、その後すごいことになったんで、そちらの様子はぜひ師匠の動画をご覧いただいて、そして今からゴミチンのスイーツをいただきたいと思います。イエイ。というわけでね、楽しい里村ベースでのキャンプもどきもこれで終了でございます。いや、よかったですね。山奥でやるわけじゃなくって、まあ、平野キャンに近い、平野キャンなんだけども、やっぱ外で寝るんで、よりキャンプに近いというかですね、良きキャンプ環境でございます。じゃあやるか。簡単よ、もうテントなんてすぐよ、もう全部もう入ったもん、車の中に。帰って干すだけですよ、寝袋も。ただ今回の使った先生編でちょっとお届けしたと思うんですけど、ポールもなかなかね、あれで良かったと思います。はい、まだもうちょっと荷物とか片付けます。イエスです、片付けます。コミチンが一番大変です。今芝に水をまいて定着させております。はい、草好きな人多い、悪い人はいないみたいな、なんかそういうあれの、犬好きに悪い人はいないと同じですね。お花屋さんやみたいなね。そう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 。で、芝に水まくのに悪い人はいないと。はい、いい人がいらっしゃいました、ここでね。はい、つうわけで素晴らしい場所の提供ありがとうございました。またいつか、はい、天候増しの時に、はい、ぜひ、はい、ぜひ。夢のような2日間でした。はい、はい、ありがとうございました。それでは皆さん、また次のウームキャンプ部、はい、もしくは違う動画でお会いいたしましょう。皆さんの動画も見るように。じゃあね。バイバイ。最高にうまいよ。いいね。撮るだけでおしゃれ。